最後は145キロのまっすぐパットが空を切りました。いい攻め方ですよね。落ちるボール、手が出ました。先頭北は空振り三振です。沈むボールでした。空振り三振。ピッチャー強襲よく取った。この回変わった本田圭佑、柘瀬名のいいアシストもありました。ランナーは背負いましたがゼロでしのいでいます。勝負球落としました。空振り三振です。ある程度思い通り。今の数字というのはですね、本来の数字ではないですね。簡単にここは三振に倒れました。本田がこの回三者凡退のピッチング。9回の表0点。さあ9回の裏、レフィーからスタートしていきます。あ、このまっすぐです。わあ、三振です。ちょっと構えとは違う。そうですね、なという思いはありますね。最後も外のチェンジアップ。2ボール2ストライク。空振り三振。外いっぱいに決まりました。ライナー先頭バッター、高めのボール球を振らせました。万波三振です。あの辺の高めの強いボールを使うケースが随分多いんですよね。いや、今のなんかも、ね、最後はまっすぐ見逃し三振に倒れました。空振り三振。空振り三振。高めまっすぐ振らせました。まっすぐで三振を取りました。前田中中さん、古いボールが来た。サードゴロでしっかりランナー見て一つアウト。速いボールの後落とした。三振だ。ノーアウト二塁三塁が2アウト二塁三塁。得点はホームラン。ともに前に弾いてランナー突っ込んできた。ホームはどうでしょうか。ホームはアウト。ただ分かりません。前に弾いて、この後ですね、本田がリアクションしてこのタイミングです。判定通り。踏ん張った本田、ノーアウトランナー二塁三塁から打って無失点。ナイスバッティングじゃないですか。7回の表得点です。なんと最後はそうですね、いいですね。いいとこからの三遊間逆ハンドスタンダー。ここは源田の守備。3